私たちはですね、天下のビートルズをですね、好き勝手にアレンジをして演奏するバンドでございます。もうそれが証拠にボーカル男なのに女が歌ってるっていうね。そうですね。そうなんですよ、はい、で、ビートルズで言えばコーラスなのにコーラス一つもやらないというね。そうですね、こちらのマイクにせっかく設置していただいてるんですけど、私一切歌いませんので。はい、毎度毎度 MC 用に必ず1個ね、してます。 MC 用、効果すごい単価高いですね、これね。そうなんです。はい、時間帯にして、短い時間しか使わないマイクなんです。そうなんです、はい、そうなんです。貴重なコーラスできる方がいたらね、上がってきていただいて。 あ、そうそう、どうぞどうぞ。はい、俺やるぜみたいな人が、はい、ぜひいらしてください。で、軽くこんな感じで、いつもね、MC しだすと長くなるんで、今回はちょっと時間が決められてるんで。で、誰が長いんですか。いや、そちらじゃないですか。いつも、ほんと話したい話いっぱいあるんですけど、今日はちょっとやめておきます。では、次の曲いきますね。Thank you.
ございます。アイソンハッサリングゼアとロックンロール調の、何でしたっけ、チャックビリー、あ、チャック、はい、ベリー風のオクラでオクラでした。はい、チャックビリー風のもう一度弾いてみたらいいですか、イントロ、チャックビリー風。私あまりよく知らないんですけど、で、あ、最後の曲は、じゃあ、お次の曲が最後の曲となりました。もう一回いこう。もう一回いくよ。お次の曲が最後の曲となりました。素晴らしいですね。素晴らしい。一回で分かってもらえるっていう。素晴らしいですね。で、ちょっと最後なので告知をさせてもらおうと思います。今度は6月11日日曜日に、南港のビートルズストリートというビートルズに、おぉ、どうしたどうした今の誰やびっくりしたぜ。で、に出ます。11時半から11時50分の出ます。よかったら、演奏終わったら、最前で飲みましょう。お酒好きな方ですね、とことんつける、肝臓の持ち主なので、はい、ぜひともまた来ていただいてですね、楽しくお酒を楽しく一緒に飲みたいなと思います。はい、で、その次、お次は6月24日土曜日に、タニロクのページワンというところでちょっと、ああ、ありがとうありがとう、鳥を務めさせていただきます。ぜひよろしければお越しください。で、最後7月16日日曜日、これはちょっと私の故郷、私の地元なんですけど、茨城市の時代屋というところでイベントさせてもらい、出演させてもらいますので、よろしくお願いします。では最後の曲、皆さんもよくご存知のあの曲をさせていただきたいと思います。皆さん一緒に歌いましょう。いきましょう。
ありがとうございました。小島くんでした。